ボンにある建物連邦政治教育センターは1952年11月25日に連邦祖国奉仕センターとしてドイツ連邦共和国に設立され1963年に現在の名前に改称した。ナチス時代の反省から作られ民主主義の教育を行うことを目的としている。管轄はボンに拠点を構えるドイツ連邦内務省である。 ボンとベルリンではメディアセンターも運営している。2000年6月からはトーマス・グリューガーが理事長を務めている。1997年5月26日のミュンヘンマニフェストで政治教育センターの目的が具体化され、2001年1月24日、連邦政治教育センターに関する条例、第2条で次のように業務内容が定義された。第6条では、 政治的に均衡の取れた姿勢が取れているかどうか、連邦センターの業務が持つ政治的な効果はどうなっているのかは、ドイツ連邦議会の22人のメンバーからなる理事会がコントロールすることが定められている。プレステックストでアファスアランフェストクトズ50ヤーレ、BPB ハット、アーラスウーバーダイバンディセントラルフィアポラティッシュ、ビルトゥングフォム24、ヤヌハー2001。ありがとうございます。